新爆末ジの第91回、<laughs> 皆さんこんばんは。坂本龍馬、そして長岡慎太郎、この龍兵ですなんて。納得いかないな。納得もいかないかいはい。いんだぜ、鼻うがいは。はや <laughs> るよ、今から。まあ否定ばっかりしてもよくないない。鼻詰まった時にマジ鼻の中直接棒突っ込んで全部書き出したいと思うことない、うん、あるある。あれ、畜脳症はずっと思ってるんだよ。それがこの画期的な手法で、はあはい、もう畜脳症の海全部剥がれ落ちる。あ、はあ、そう言われると。ちょっと格好悪くてもな。はあ あまんじろよ。片方の鼻、全く通らないときとか。そう、あるあるある。やってごらん。のときに。うん。あーってやってごらん。天国行けるよ、そのまま。あーって天国。焦点。浮かんじゃう。あーって。行きたくね浮かんじゃう、浮かんじゃう。そう、はい。流行って行きたいんだよね。うん。みんなもやろうぜと。やってみるかな。花粉症の人に特にやってほしい。 でも君花粉症じゃないでしょ花粉症でもないし、鼻関係は一切ないだろう。僕も別に花粉症ではないし、蓄能症でもないけど、ナザール中毒者だから、なんというか、今、これも今日、ナザールなしでやってんよね。はい。だけども、両鼻透き通るような、クリア、ノーズ、サガちゃん、ホール、バイブラス、サガモト。何バイブラス。な、適当なことばっかり言ってくる。 かなりバイブラスです、今。とてもいいよ。ナザキンはしていく。はい。もう鼻うがいで代用していく。うん。もう気持ちいい、気持ちいい。そうだな。鼻うがいで済むんだったら、ナザールの血管拡張なくなるわけだなくなる。個人的には、個人的には、鼻を、えっと、鼻詰まってる人ってさ、口呼吸じゃんそうそうな。口、常時開空いてんのさ。うん。 それが鼻呼吸に完全になることで、口閉じてるでしょうそうすると、投射比50%くらいイケメン度がアップする。口開いてるより閉じた方が、すっスッキリして見えるから。これ理かなってるだろう。なってますよ。イケメンにもなっちゃうと。鼻うがいの瞬間は超絶ブスだけど。はい。うん。世界一ブスだけど。その後はもう、うん。美人美女爆誕。はい。バイブス。でも、0.1が多少増えても大して変わらなくない。 いや、それは僕を基準にしてるからだろ <laughs> 君たちは大丈夫だってことを言ってんだよお前絶対鼻うがい使うなよ <laughs> <laughs> ポインティングつれてんのよああはいすいません <laughs> ただあの鼻詰まりはなくなったんだけど鼻、うん、うがい直後は若干そのプール上がりの期間に水が全部入ってて溺れてる感じだったから、うん、それはそれで詰まったような声になってんだよね今ああ<ー> えっと、30分前、1時間前にやんないと、ようこくらまにはなれないね。はい。本番。はい今ちょっと間違えちゃったね、直前にやってるから。そうな、俺来た。中岡来た時と、僕がやってる。年には年を入れて。俺、ブルブルしながら座ってたからな。中岡来る前にやるわ。うん、そうしてそして。次からはそうしますわ。知ってても、 やっぱ見ると怖いんだよ。そうだなああわ、悪かったわ。いや、なんか優勝のありがたみなくなっちまったな。<laughs> お祝いムード消えたな。俺も最初はここで行こうと思ってたんだよ <laughs>。始める前みんなおめでとうとか言ってたけど、うん、今全くお祝いムード消えたな。<laughs> ああ、だから <laughs> どっか行っちまったな。<laughs> 一応優勝したという素晴らしいこと、はい、見事できたんだけど、はい、まあ僕の力あんまなかったけどいやいやいや2人の力でよ優勝したわ応援ありがとうございました、うん、もうずっと見て俺も本当？四 ?4 時間丸々最後の試合以外はよかったな本当な。ない最後あれ<笑>,<笑>,笑った笑でもい転げた押しつけ病みたいなのが出て <laughs> うん 下からギリギリで復帰しようと、かっこつけてね、ライジングためで、ギリギリで足出さない、ギリギリ。お、やったギリと、いっとけって。うめみたいに言われようと思って、なんかコントロールわけわからなくなったんだよ。で、R ボタン押したら、ヒュンキュー返した。シャッうっ画面の下で。金魚みたいになってたもんね。みんな、あれってなってたもん。うん。スーさん、あれいつ消えた あれ消えてるえ、21で結構いいパーセントでさ、うん、勝,てる勝てる、勝てる突撃してたらいないから。<laughs> うん、<laughs> <laughs> あいつ、あいつ、バカだぞ、て <laughs> 絶対なんかやろうとしたなと思ったもんな。<laughs> やっちまったんだ。最後の試合だとやっちまったんだ。他は大体良かったんだけどかっこよかった。他は良かったんだけどな。めっちゃ撃墜してたじゃん。なんかしてたね。うん、やっぱ、隙がなくなるからガンガン触れてたね。うん 二人ともさ、ちゃんとお互いの隙を総裁するように。いや、僕は知ったこっちゃねやで、うん。それがね、言ってたんだよ。あ、言ってたちゃんとツーさんが前出てるとき、パワーウェーブで牽制しつつ、フォローしてだから来る二人をパワーウェーブで止めて、フォローしてた。そう、ツーさんの攻撃と。で、逆は逆で、君がコンボやってる間に、ツーさんがちゃんと外からとか。無意識やってたか。すごかったよ、見てて。いやー。 やばいよ。昔からやってる二人だと思ったのちょっとね、でもマジになりすぎて、途中、日本トッププレイヤーのザクレイさん死ねっていう、言た危うい一面も、ついついスマブラーとしては熱が、体験申し訳ありませんでした。ついついスマブラーの熱が出てしまってね。今言っちゃった感情あるよね。言ったの他の人に聞かれしたらもう全員からパッシングだったよな。 危なし、危なしよ。はい、でもまさかそんな撃墜決まるとは。うん、空中ダンクで。はい、そうよ。もう入ったでしょ。うん。それはもう、出しちゃうよね、絶叫。もう、ドーパミン出まくったべ。出まくる、出まくる。<laughs> いや気持ちいい戦いだったわ。はい。